終点の磯国八幡橋付近。奥が、根岸駅、山下町方面中区、マカド小学校付近より、東房横浜市主要地方道82号参加、本目磯子線は、横浜市中区山下町から、磯国磯子に至る、主要地方道に指定されている、横浜市道である。山下町の山下公園前の通りは、山下公園通り、本目付近は、 本木通りとも呼ばれる。山下公園通りは古くは1865年フランス人のエムクリペットが作成した横浜絵図面にザバンドと表記されているのが見られる。1987年8月10日に山手通りと共に港町横浜のエキゾチックな道として 旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選の一つにも選ばれている。山下公園通りには石張りで整備されタイルが埋め込まれた歩道がある。山下公園通り沿いにある日本初の臨海公園として整備された山下公園は第三橋入口から山下ふ頭まで7.4ヘクタール、長さ約1キロメートルにわたって芝ふと 花壇広がり、野口右城が作詞した同様、赤い靴の少女の像が立っていることでも有名である。山下公園前の横浜港には、かつて北米航路で活躍した氷川丸が経流されており、東京湾岸道路の横浜米ブリッジ、鶴見翼橋を見ることができる。日米は新条約締結の地の記念碑が立つ、起点、開港広場は、 公園と道路が一体となって整備され、港町横浜のシンボルともなっており、公園に隣接して、横浜開港資料館がある。その他、山下公園前のイチョウ並木の沿道に、横浜のシンボルでもある、横浜マリンタワー、横浜最古のホテルである、ホテルニューグランド、世界各国の人形がコレクションした横浜人形の家などが立ち並ぶ。道路は南に向かって、 横浜公園岸の島市街地に沿って山下町から本木、根岸町を経て磯越へと伸びている。本木通りは海岸沿いの産業道路をショートカットするように丘を越えて行く。マカド高速点付近から根岸駅前付近にかけては上下警護車線のうちの3車線目を時間帯によって使い分ける中央線変異が行われていたが2001年の 首都高速湾岸線3景園、幸浦間開通後に上下角に車線に戻されている。Google マップ。ありがとうございます。